ワコンティフです。今回は、いろんなゲームをまたやっていきたいと思います。また一つのゲームに 執着しないようにしないと。まずは脱出ゲームのこれ、ちょっと重要な手がかりを得たので、No? あ、コンティニューか。あ、本当でしたか。ちょっと進めてみようかなと思います。そう。前回というか、すごい前なんですけど、なんか積んじゃったんだよな。これな。ちょっと自分で考えたのがあって。いや、嘘つけって話なんですけど。これ。これが、ちょっと視聴者、言えない。視聴者さんが、言ってくれたんですけど、このサボテンの腕の角度、で、パスワードが解けるんじゃないかっていうので、確かに不自然だなっていうので、覚えられんやろ、これ。トン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 。オッケーオッケー。わかんない。これ？おお、開いた、ほんとだ。やるねー。ドライバー？ドライバーゲット。これは大きいんじゃないか？どうで使うんだ？どっかあったよな。色は違うな。なんか、いやー、全然覚えてない。こうだった。ほい。押したよ。大丈夫か。変わった、なんか。この5、3が全然わかんないけど。押したよ。変わるの？なんか変わるの？え？71、これ、なんか色あるね。あ、これピンク？ピンク、水色、黄色、紫。ピンク、水色、黄色、紫。ん、あった。おい。おい、いた。きたー。おい、いいんじゃないですか？また数字出てきた。一応、僕は主じゃない 僕は数字は強いんですけど、強いつもりなんですけど、わけがわからない。3矢印2、3矢印5。これ、よくわかんないですよね。これもなんだ？何？たらい？たらいではねえや。どこだ？なんか使うのかな？てか、スイッチでどこが動いたのかよくわからない。あ、これはもう、この色で。さっきの解いたんですけど、オレンジ、紫、水色、赤。ああ、さっきの色になってんのか。多分その色だったと思うんですよね。ああ、しっかり手がかりあったのか。全然気づけなかった。ここは終わりか？みたいだな。なんか変わってんのかな。もう出れるようになってるとかないの？スイッチ。ほらほら、開けろ。スイッチ押したよ。あ、入った。 あと三角だけか。さて、どこだ。三角、数字3、5、3、トントン5、3、トントン5って何。3は2ってこと、これは。でもこの矢印2つが意味わかんないんだ。3、矢印5。どうぞ。これもよくわかんないし。キューブ、矢印さん、コミットするみたいなこと？意味がわかんないよ。このスイッチでどこが動いたのかもわかんないし。いや、難しいね。で、どこにパスワードを入力する場所があったっけなっていう。これか。これが開けば勝ちか。わかりますかね？どうです？この時点でわかった人はいるのかな？あの矢印、9、矢印3、これ、これ、全く思いつかない。3、5、3515、違うな。3、3、5、
どういうことなんだ？ 5293。 違うよね。5293だった？開かないよな。あの矢印は何を表してんだ？で、9がここにあって、矢印3、いや、5桁じゃないし、みたいな。その、領域の数ってこと？ 9 から3みたいな。そしたら、その数字いっぱいあるよ。2、2、3。2、3、あれ？ 2、3。違うな。5、5、矢印3。いや、わかめ。5、2。539、いや違うか。こっちはもうね、向きを変え、見ようっていう。わからんよ。わかんない。えいえいえい。押したるし。本当に、三角入って、あと開くと思うんですよ、ここ。ちょっともう一回見てみましょうね。サボテンは見ないよ。これは入った。数字が入ってるのは、ここ。3、矢印。3は5ってこと？ 3 は 5？ これが関係してんのか？でも向きだもんね、これはね。え、わかんない。3、代入？3は2。でも矢印の数がよくわかんないですよね。3は、5みたいな。なんでそんな矢印使うの？ダメだよ。かねえか。で、9ここだもんね。わけわかんない。2って、5、2って5。矢印2つだもんね。なんで矢印2つ？溶けたぞ。いや、溶けてないけど。1個、2個、3個ってなってるじゃないですか。それがなんかもん、あんのかなって。3つ？つめさ。2593？ 2593。いや、まさかな。9523やったっけ？なんか当てずっぽいになってるけど。開かないか。いや、矢印の数が1、2、3なんですよね。こっちが、これが2個。これが1個。向きも違うのか。これが3つ、3個。こっち右。5は右。2が左だった。いや、にしてはあれだけど、まあ。これ全部並び替えてったらなんかできそうだけど、まあちょっとそれはやめとこう。難しい。むずすぎ。5、5。これ、両方とも左か。3の左に2がある。3の1個左に2がある。3の2個ってこと？ 3 の2個左に5がある。で、ってこと？そういうこと？ 9 の3個左に3がある。9の3個左？ 1、2、
9、そしたら9523ですよね。いや、訳わかんねえ。タラちゃんだよ。3の2個右、2個左に5がある。3、2個左でしょ。でも9523やってるんですよね。いやわかんねえ。9523ですよね。その考えでいくと9523、ほら。でもこれだけなんで向きが、左でもいいじゃわけじゃないですか。テルルルテテルルテテルルテテ。9右123。わからん。わからん。なんで9931。臭い。なんでだろうね。9の、なんで2個、3個右、なんでこれ9主体なの。3の3個左でもいいじゃん。123、9の3個右、いやもう9の3個右しか、いや、わけわかんねえ。もうギブっすね。ちょっとこれ解ける人いたらよかったらコメントお願いします。はあ、もうまたちょっと思いおおうちょっとなんか思いついたらやるんですけど、サボテン観察に行けろで、ちょっと玉サボンいじろうと思ったんですけどよくわかんない。はい、ういい。ああ、アップデートしてからまた載せようと思います。玉サボ。横画面になっちゃうんですね。ちょっと横画面でご覧ください。ただ、ちょっとよくわからないんですよね。こうやって、目が出て。ちょっと動かせるんですね、この時ね。うい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 。あ、消滅した。人の、やっぱり人の手を、あ、人の手を加えると死んじゃうのか。重なってるでしょ、これ。気持ち悪い。あ、気持ち悪いって言ったから。ほい。ほら、なんか消滅するんだよね。意味がわかんない。おい、早く。おい、いけ。でんでんでる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 。はい、終了。って、いうことで、ちょっとよくわかんなかったです。なので、玉サボはキャンセルで。また、ドアーズとかね。あとは、これ、呪詛。ちょっとリクエストの方でね、もらったので、また今度、実況してみたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you!